すごい睨まれましたね。そうですね。今から行くのがちょっとね、緊張しますけど。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。そろそろおかずに飽きてきたよ。くるぶしです。今晩のおかずは肉じゃががいいな。今日ですよおかず違いですねどこここ江東区にあります、砂町銀座商店街にやってまいりました。大変お世話になりましたその話もっと詳しく商店街を普通にこう買い物に来たことないですね。商店街の中にある戸建ての家とかに営業かけたことあります。はい、まずちょっとね、僕の好きなあの孤独のグルメでも一回こう砂町銀座来てるので出たうまい商店街のちょっと歩いて、なんか美味しそうなのもあれば食べたり、まあぶらりしましょうかね。ええ、うん、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。それではレディゴーザ・ラーメン関西うどんすごいな。ドラゴン砂町ラーメンとうどんならわかるけど、ラーメンと関西うどんってそうね、すごいコンビだねこれやって思ったよね組み合わせや、そうそうそうめっちゃおもろい俺たちは嫌いじゃないけど、そういう人たちのこと大好きですよもしこれ見てたら連絡くださいはい、ということで、はい、やってまいりました。砂町銀座古き良き感じの、いいですね。ああ、そう。うなぎ屋さんじゃないですか。あ、これうなぎ屋さんに並んでるんや、さっきから。へえー、あ、すっごいね。すごいね。うわ、すっごいね。ちょっとなんか久々にもう商店街すらも来てなかったから。近くのスーパーにしか行ってなかったかもしれない。いや、まあそうだね。俺なんかスーパーすら行ってなかった結局久しぶりにスーパー行ってみた時の白菜の大きさと鮮度の違いが出てきたどこやっけか、あ、五郎さんが。そう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 、そう、おでん屋さんみたいな。あ、そうやね、おでん屋さんとか行ってたね。牛すじ食ってたっけ腹減ったポンポンポンってやつやるやつがいたりちょっといいな、ちょっといいなあ、アサリ屋さんって絶対やってた。アサリ牛飼ってた。マジで、うん、めっちゃ美味しそう。ゴールさん勝てたよ、あそこで。あ、マジで、うん。ちょっとじゃあ、あさり飯。いいっつって。あ、ケーキ屋さんもなんか、ほっほい。古めかしくていいよ。すごい。わ、中落ちとか売ってんやん。安ない？マジで？やばいな。お腹空いてきた。お腹空いてきたね。あれちょっと大丈夫。全然ちょっとお腹空いてきた。うわぁ。食べてるよね。あ、ほんまや。イートインできます。めっちゃいいなぁ。まだまだだと。ねえ、どこまであんねやろ。めっちゃ長いね。長いね。まあまあ歩きまして。はい。もう終点というか、そうですね、砂町の端っこに来ましたね、うん、長かったわ。長いね、このね、うん、終わり付近にこの焼き鳥屋があるんで、ちょっとお、肉の中島さん。そう、焼き豚焼き鳥もつ煮込み。うわー、いいな。あー、いいっすね。何を行きたい感じですか。タン。
すいません、缶を、はい、頭、ちょっとささみ柚子胡椒を、はい、お願いします。ありがとうございます。どうも。どこ止めれば、ほんまにそう。すいません、タンいただきます。はい。あ、うまいわ。酒飲みだね。頭です。見た目。うまっ。うん、なんか食えば食うほど生えてる。食えば食うほど生えてる。大阪の人って柚子胡椒食べますか？食べる食べる、好き好き。うまいよね。うん、それは豚に柚子胡椒。鶏？鶏。うん、鶏ささみ、ささみ柚子胡椒。あ、うまい。それは絶対美味しいやつだね。うん、うまい。じゃ最後は入り口付近で超繁盛している竹沢商店さんでもなんか串一本ずつ持っていこうかなと思いますね。さあ、ということで、はい、串ゲットしてきたんで、いや、食いながら車戻りますか。はい、まあ、エンディングですけど、はい、いい商店街でしたね。いやー、ほんまに癒されるわ。癒された。なんか忘れかけてた人との触れ合い。そう、素敵なことやね。うーわーみたいな音だったけどね。何買ったんですか？俺はハツ。ハツ。うわ、うん、えぐ。じゃあ、チョモはハツを。俺、泣きのサンド。いいやつか。うめえ。うわ、これハツじゃん。これちゃうんか。わからん。結構感じたね。気づけば君のこと好きになってた。なんだ。俺今タン食ってるけどめっちゃうめえ。うまいね。君がくれたのは、うまい。うまい。あっという間だ。ということで、はい。今回は、砂町銀座商店街のぐらい、はい、どうぞ、どうぞ、出会って、じゃあ、どういうことですか。バイ。